こんにちは。今回はこちらです。奈良の八重桜というお酒ですね。今日はこちらを紹介します。醸造元は奈良県は奈良市今西清兵衛商店さんです。このままスペックも紹介します。まず原材料は米と米麹、区分が純米酒になりますね。で、精米部合は 60%、 アルコール度数は14度というふうになっています。じゃあもう早速開栓していきましょうね。パキパキと。スペックのところで本当は一緒に報告しないといけなかったんですが、使用酵母が公開されています。というよりも使用酵母をこう前面に出している商品になりますね。ですね、リーフレットがこの箱の中に入ってましてですね、ちょっとちっちゃいんで見えないかもしれないんですけど、ここの中に書いてあります。酵母が、お花の酵母ですね。奈良の八重桜酵母ということで、桜のお花からですね、酵母を作っているというふうになっていますね。奈良女子大さんが協力しているということですね。じゃあ早速いただいていきましょうね。まず香りから。確かに日本酒らしい感じもあるんですけど、フローラルですよね。フルーティーではなくてフローラルな感じっていうのは意外とわかるものですね。いや、正直酵母がね、どれくらい影響するかっていうのがいまいちピンときづらいところがあってですね、にわかなんでしょうがないんですけれども、結構効いてるのかなっていう印象ですね。口に含みます。確かに。これね、ちょっと試してほしいですね。お花感すごいですね。フローラルですね。でもその一方でやっぱり、米の旨味ですよね。これがよく出ていますね。ちょっとね、香ばしいんですよね。いや、美味しいですね。ちょっとだけすいません、カンニングしますけど、気になる記述もあったんですよね。この酵母を使って醸造された清酒は琥珀酸貝類に含まれる旨味物質、リンゴ酸爽快感のある酸味を持つが多く含まれという記述があるんですね。なるほど、そういうことなんですね。純然たるお米だけの旨味というよりは、ちょっと、香ばしさっていうのが、ひょっとしたら私の舌が香ばしいとしか表現できないだけで、やっぱ貝っぽいっていうことなんですかね。ちょっとね、そのあたりはふわりとしておきたいと思うんですが、確かに、フローラルなだけじゃなくて、こう旨味っていうのを感じます。順を戻します。粘性はやや高めといったところでしょうかね。結構ね、とろりとしています。アルコール感は結構弱いと思いますね。ドライ感はほとんどなくて、飲み込んだ後本当にこうじんわりとですね、温まるような、そんな感じでしょうかね。これ明確にフルーティーではなくてフローラルですね。すごく、酵母の特性っていうのが効いてるんだと思いますね。お花の酵母を使ってるものって他にもいくつかいただいてるんですけど、これは結構はっきりと言われればっていう前提はあるんですけれども、分かりますね。フローラル感がすごいです。ちょっとこう試していただくといいかなと思いますね。といったところです。本日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。後半でまたおまけ編の方をやらせていただきます。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
旦閉めてですね、おめおめと戻ってくれるその後半おまけ編ですね、ご視聴いただいて本当にありがとうございます。今日はせっかくこうですね、見づらいんで影を作りながら、奈良の八重桜酵母ですね、ちょっと変わった酵母を使用しているお酒をいただいたんで、酵母のおさらいをしたいなっていうふうに思っています。私ね、酵母の特性を覚えるのが得意じゃないんですね、どうやら。なので、他ならぬですね、自分のために、ちょっとこうさらりとまとめたいなというふうに思ってますんで、お付き合いいただければ幸いです。で、特に記憶に残ってるもの、印象に残ってるものでいくと、やっぱり一番最初に出てくるのは教会6号工房ですよね。なんといっても荒政さんの発祥ということで、強く、印象に残っています。荒政さんのお酒のね、パッケージにも6ってなってますんでね、それもありますよね。で、数字が一つ上がって7号工房、そちらがこう今日本全国で最も広く普及しているというか使用されている酵母だっていうのも、検定の勉強の中でちゃんと覚えました。で、1つ飛んでですね2つ上がって9号酵母ぐらいからだんだんこう吟醸化を前面に押すような前面に出すような酵母が、主流を占めるようになってくると、これも勉強しました。まあそれだけですね。そうですね、ひねり出すとですね、15ぐらいになると4桁になったりするんですね。1501酵母とかですね。あとあれですよ、まだあります。お花の酵母、今回の奈良の八重桜酵母と別で、私が動画の中でいただいているものだと2つですね、200回入ったぐらいで、そんなに昔でもないんですけど、1ヶ月ちょっと前ぐらいですかね、岩手のですね、広田酒造さんだったと思います。なでしこというお酒があって、純米大吟醸をいただいたんですけれども、それも花酵母でしたね。で、そのお酒をいただいた時もフローラルな印象っていうのは結構印象に残っていて、でもね、今回のこの奈良の八重桜は本当にフローラル感がめちゃくちゃ高いんですよ。フルーティーなんていう余地がもうないですね。フローラルなんですよね。だから、先入観というか、もともと日本酒であることを知ってるので、お花のお酒なんだよって言われても、いや日本酒ですってなりますけど、知らないで飲んだら、ひょっとしたら、はい、お花を元に作ったお酒だよって言われても、ちょっとそれは言い過ぎかな、言い過ぎかもしれないですけど、ひょっとしたらそうかなって思うかもしれない。それくらい結構お花感強いんですね。あと一つが、私の出身でもある茨城なんですけど、来福酒造さんですね。来福酒造さんは特定のお酒がそのどうっていうことじゃなくて、確かその蔵を挙げてというか、蔵の特徴として、お花のこう酵母の研究をされてるんですよね。それは、はい、お酒をいただいた際にこう調べる中で知りました、はい。でもね、これくらいなんですよね。結構、好きなものでね、いろいろ興味を持って気になることがあると調べてってやってるんですけど、どうもね、酵母は覚えが悪いんですよね。もうちょっと勉強しないといけないですね。といったところです。すみません、勝手にまとめて勝手に反省して終わる回ということで、ご容赦いただければと思います。また明日どうぞよろしくお願いします。